誰だ？あんた。私は上白マリアです。あなたは？僕は銀城エイト。ここで何をしている？ここに閉じ込められて出口を探しています。僕も同じだ。あ、上白さんだっけ？どうやってここに連れてこられたのか覚えてる？全然。そうか。僕も気がついたらこんなところにいて、千鶴とかいう変な子供から電話がかかってきて、実験がどうとか。千鶴、私にもその電話かかってきました。この携帯に。それ電源は入らない。僕の方は電池が切れていて使えないんだ。私の方もダメです。そんなに甘くないか。あの、一緒に行きませんか？もちろん、断る理由はないね。はい、よろしくお願いします。と言っても具体的にどこに向かったらいいのか全くわからない。そっちの方に出口はあった？いいえ、私はこれからあっちの方に行くつもりでした。そうか。だったらまずはあっちに行ってみようか。はい。ここです。生きてるのか？また音量が。音量？まさかそんなものが。なんだこれは。有罪だとか無実だとか何を言ってるんだ。銀城さん、先に進むためにはこの問いかけに答えないといけないんだと思います。え、どういうこと？何度か似たようなことがあったんです。人形の手足を合わせたり、赤ちゃんの人形をすり替えたり、先に進むための課題というか障害というか。それじゃあまるでゲームだ。馬鹿げてる。私もそう思います。ですがどんなに馬鹿げていても
それが事実なんです。わかった。どうやら上白さんの方が詳しいみたいだし従うよ。それで何をしたらいいんだ。この人が有罪なのか無実なのかを判断するための何かがあるんだと思います。まずはそれを探しましょう。わかった。なら僕は向こうの方を探してみるよ。これは？
瞳さん、協力してくれない？なんだ？これは何でしょう？桃のお守りでしょうか？そうみたいだね。どうする？これも持って行った方がいいのかな？そうですね。もしかしたら何かの役に立つかもしれません。金城さん、先に進みましょう。わかった。長いしたい場所でもないし、他の場所も探してみようか。はい。逃げて！え？